どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きやっていきましょう。実況パワフルプロ野球2016続きをやっていきたいと思います。ちょっと今ねやる気と、サボり癖がついちゃって嫌な予感がするんです。一旦ちょっとここはね有給取って休んでおこうかなと思います。とりあえずはね、うい、眠れない。あーマジか。うん、せっかく有給使ったのにな。あ、チームの量も来たくなってきた。そうだね、バイトの人も最近見ない。みんな辞めちゃった。ま、管理リーダーって誰？白野先輩。なるほどね。チームのキャプテンが兼任するのが定番。そういえばそうだったかも。マジかよ。だからか。あんた管理長になったんでしょ？管理職になったのがいろいろ管理しなきゃね。まあ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 、マネージャーの方が仕切るのは上手いでしょ？数字がダメ。あー、そっか、なるほどね。雇用関係、まあいろいろありますからね。わかりました。やってみようじゃないか、とりあえず。チーム管理、施設管理。ほー、なるほど。ちょっとやってみようか。管理バイトを雇うことによって、練習グラウンド、室内練習場、リハビリ施設、チーム事務所、チーム寮の5つの、チーム管理施設を、それぞれバイトに任せることができる。施設管理を任せることができるんだね。まあ、なんとかなるだろう。うん。やってみりゃできるさ。どうしよう。やり方わかんねえ。パワーアップかな？あ、これか、パワーアップで。これだ、これっぽいですね。で、これで担当みたいな。バイトいねえじゃん。どうしよう。なるほどね。これでどんどん入れることはできるんだけど、まずバイトを雇わなきゃいけないのか。どうやって雇いましょうかね、ちょっとこれは。まあ、これからじゃないと、これからどんどんバイト雇うことになるのかな、いずれは。あるいはアイテムで、このショップで買うのかな、なんてね。そんなわけねえよな。まさかそんなって話ですけど。見た感じ、そんなわけではなさそうですね。これやってみるか。相手投手の球種が見えるようになるというね、この、スケスケゴーグル、ちょっと買ってみましょう。はい、購入と。で、装備かな。これで装備してみよう、ちょっと。ほい。あ、もうこれ装備してるってことなのかな、要は、すでに。オッケー。じゃあ、使用はまた、パワードリンク回復ね。70か。まあいいや、とりあえずじゃあ試合行きましょうか。ほい。試合を開始します。行こうか、今日は練習試合。どこだろう、次は。課題を持って練習に取り組むのはダメ。まあそうだね。じゃあ今回もなりきり操作でやっていきたいと思います。いい加減慣れないとね、早く。おいおい、なんだ相手これ。相手なんか外国人選手いるぞ。ブロンコって。行きましょう。試合開始。もう自分は6番キャッチャーですね。まあ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 、もうちょっといいとこ言いたいけど、1番とか打てたらやっぱりこうチャンスも増えてくるんでね。まあでもさすがに今の走力とかじゃ1番は無理かな。行きましょうか。あ、ミゾットって。あ、ミゾットってあれだ、栄光大湘南からミゾットに就職した選手も何人かいたぞ。へー、なるほどね。ミゾットスポーツ、ここで来るわけだ。はい、パワフルスポーツ VS ミゾットスポーツ。お互いにこう、スポーツの、なんか、会社っぽいですね、見た感じ。行きましょう。なんだろう、こう、なんか、水野とも、あ、山口がいる。山口ミゾットなんだ。へー。すげー。山口なんか見たことあるなと思う。なるほどね。行きましょう。うい、ボール。球種が見える。ほんとだ。なんか、2種類、フォークとか。よし、そうだ、これどうだ。結構上がったつもりでが、いやー、これは無理か。センターフライ。普通にミート打ちしようかな、これ。なんとなく強振しない方がいい気がするんですよね。でも、それだとあ、フォーク投げるよって言ってる。あ、ちゃんと光って教えてくれてる。カーブだって次。わかりました。よいしょ、これどうだ。よーし、初ヒット来たー。イエイ。いいね。こういう当たりですよ。こういう当たり。初ヒットじゃないか。さ、リリリリリ。走ってみようかな。おっと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 セーフ。よ、ラッキー。びっくりした、今ちょっと。止まっちゃったよ、つい。さあ、来いや。リードリードリード。おっと、打ってきたー。これはどうだ、これバコンできるか、これ。うおー。ちょっと暴走な気がするけど。いや、これはいいんじゃない？よいしょ。アウトかよー。今結構いい走りしたと思うんだけど、もうちょっと走力があればな。へえ、なるほどね。いろいろ見れるじゃないですか、これ。おい、138キロ。なるほど、なるほど。ストレートくるよ、全力。せい！抜け！正面かい！やべえ、ゲッツーか。くっさー。初安打ではなかったですね、そういえば。今思い出したわ。あ！ 1 点ビハインドの状態で1対0。1点。チャンス、ここ。うわーお！ポロッと打っちゃったよな。ダメだ。くっそ、こういう当たりじゃダメだな。負けちゃいました。しっかりとちょっと見定めて打たなきゃいけませんね。まあでも一応ね、これで、まあ1安、なんとか1安打ギリクリアといったところでしょうかね。マルチ安打してーなーだったら、負けてしまった。評価は上がるな。負けてしまった。
あ、そうだね。あれからどうなった？シラナ君。ほい。あれ？ん？なんだあれは？前の、この前とまるで動きが違う。スカウトさん来てるぞ。どうしよう。アピールすもんなくね。せいぜいパワーか。全然ダメだけど、今のところ。え、これはもう、マジで？この動きなんかどっかで見たような。え、嘘？え、マジでマジで？え、なになに？見たことないって言われた。え、それはいい意味でだよね。え、超嬉しいんだけど、マジか。あざっす。さあ、何の練習をするか。まあ、筋力、パワーがもうちょっと欲しいからな。ああ。お、パワフルズの二人。はい、誰？下手だな、お前ら。なんてこと言うんだ。なんだと？スリのやつやんすね。まあ、俺も下手なんだけどな。雲海和也。え、どうしたの？謙虚なんでやつで。謙虚なんで。まあ、下手な者同士一緒に練習しないか。お前と？いきなりでやんすね。どうするでやんす？断る必要ないけど。まず、何者だと。お前な、雲海和也、男だ。男は見りゃわかるよ。そりゃそうだ。どこに住んでるんだ？隣町。へえ、仕事は？ただのしがないサラリーマン。どこで働いてるんだ？そう、当てるなよ。それは、なんかいずれ気になるな。入れてくれるか入れてくれないのか。まあいいだろう。うん。よろしく。なんか怪しい。大丈夫かこれ。なんか、雲海くん、ちょっと怖いな。ちょ、アイテム使いましょうか、ここで。使用。パワードリンク、ごっくんと。30回復。これでいいな。まあ、それなりに回復しましたね。さあ、練習していきましょうか。というより、やる気上げたいんだけど、やる気上げるのはどういったんだろう。パワーアップで遊びに行くのかな？あ、違うわ。それは毎回遊びに行ける時があるから、その時に遊びに行くべきなのかな？今じゃなくて。じゃあ、とりあえず、ここはもう普通に、練習かな？なんとかちょっと、待って、これ。花子さんとこと、花子さんと練習すればなんか、治るかもしんない。な、サボり癖。あ、どこ行こうか。これだ。銀行ホテル。ホテル行っても仕方ないんだよな。ちょっと練習行こう。練習グラウンド。喉がカラカラでやんす。あ、こんなとこに大きな穴ぼこがあるでやんす。埋めておかないと危ないでやんす。まあ、そうだね。グラウンド整備したらトンボが折れちゃった。折れちゃうのね、あれが。傷んでる。なんとかしないとなって。お、大谷みーちゃん。どうしたみーちゃん。おーほーほー。私が管理、え、マジで？大学で。え、管理バイト雇うにゃ。いいことってなんだろう。実務経験ないんかい。でもまあ、管理バイト雇おうか、じゃあ。じゃあよろしく。おー、施設か。なるほどね。これで施設一覧で、あげる。3人まで設定ができると。相性、はいはいはい。熱血冷静、器用天然。この4種類だから。はあ、相性があるわけだ。二重丸がベスト。なるほどなるほど。熱血と冷静は、なんか合わないって感じだな。天然と器用も合わなそう。なるほどなるほど。ああ、相性がいいほど。とりあえず、自動設定。いや！ここはちょっと自分でやってみようかな。せっかくなんで。さてさて、お、ただいまでーす。100個ぐらい結構出たね。調子いい時は1日10個ぐらい出るっす。マジか。俺はタコに、使えそうな1、2個。問題は？企画書作り。新人研修の時も同じこと言ってたよな。宣言させられたあれ。流行らせる。何それ流行らせるって。アイデアが斬新だってそのまま商品化。すげえ。自分の企画が商品化ってすごいっすよね、なんか。資料作り難しい。あ、だからお前の名前がなかったんだな。でもそれってもしかして、企画を横取りされたんじゃないのそれって。へえ、マジか。それでもなんか寛大だな。社長になったらつくだろう。うちもいるじゃないかと。出世なんてめんどくさい。めんどくさい。あ、そう。そのアイディアダメだろ。アイダはくれてやるから勝手にやれと。どうなんだろう、そういう先輩。ちょっと能力見ていきましょうかね。いい評価で、でもそれでもなんか見たことないなんて言われるレベルなんですね。守備ちょっと上げておこうかなといったところで、ちょっとなんか成長率悪いなって気がするんですよね。早速パワーマップでやってみようか。とりあえず施設グラウンド、まあ、練習こそが、大事でしょう。あ、熱血なんだ、みーちゃんは。じゃあ、熱血よろしく。そっか、リハビリ施設。あー、これは、まあ、いっか。よっしゃ。ちょっとじゃあ、任してみようかな。さて、じゃあ、ちょっと練習していこう。やる気が少し上がったのよかったな。走塁やろうかな、走塁。あー、そうだ、サボりだ。サボり癖直さないとな。どうしよう。やっぱ、社長んとこ行こうかな、たまには。おい。おい、お、かっこいい車が走ってる。よっしゃ、変な運転。大丈夫か、あれ。うわっうわぁ、壁に激突した。大丈夫か、それ。いや、俺も免許を取ったばかりなんで、ちょっと怖いですけど、結構な運転なのに誰も立ち止まらないな。パワフルスポーツ、昼の名物。何？車出勤の社長が入り口、会社入り口によくぶつける。何してんの？近くにいる写真に？社員に何？って。うがくん、出番でやんすよ。何？車を車庫でまで運ぶかな？あー、気が利く。おー、嬉しい！なるほどね。気が利いた。いや、これを褒めるんじゃねえな。うん。てか、
激突させて車、潰れた車を綺麗な車って褒めるのはさすがに良くないと思うんだな。有給休暇1日増えました。さて次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。